東広島市で障害者施設の入所者たちが収穫した野菜の販売会が開かれています。東広島市役所で開かれている農福マルシェには農家と市内5つの障害者福祉施設が参加しています。販売されている野菜は施設の入所者が中心となって収穫したものです。東広島市は障害者の就労確保のため2年前から農業と福祉分野の連携を強化。障害者は普段から収穫作業を手伝うなど農家の人手不足解消にもつながっています。野菜とそれから手芸品を買いました。社会とつながっていくっていうことが一番大切なんじゃないかなと思います。販売会は午後2時まで開かれ今月30日にも実施される予定です。